ヤクミツルの秘宝館へようこそ。ついにでございますね、この秘宝館にスペシャルゲストをお迎えする会がやってまいりました。昭和の生んだ大落語家、桂米助師匠でございます。どうも米助でございます。よろしくお願いします。いやお久しぶりでございます。ご無沙汰しております。わざわざすいません、この遠方までお運びをいただきまして。あのね、本当にタクシー代ね、5000以上かかったけど来る価値あった。いやこれ見たらすごい。いいですか、どうぞどうぞ。うわっ、わしかね。これは商店の連中の。一日中見てても飽きない。この頃ね、あの、お見えになる方も、うん、編集さんの方とか若い衆が多いわけですね、うん、どうもねピンときてないみたいなんですよ。やっぱり師匠ぐらいの方においでいただくのが一番本当に、あの普通の人が見たらこの者どもも喜んでると思いますけど、多分ゴミだもんねこれね。米助師匠はですね、この後あの野球グッズとか大リーグ通でいらっしゃいました。何でもそれを今日携えてお入りになったヤニ。はい、あのね、ちょっと強敵出ましたね。いい加減なものはヤクさんにかなわないけど。逆なんで、私はいい加減なものしか待ってない。俺は逆にちゃんと本物の本物の本物のお宝、本物の本物の素晴らしいお宝を持ってきます。でもこちらもですね、受け止めてですね、対抗せねばなりませんのでね、売られたものを買わなければいけません。じゃあまずはね、あ、もう実施を、これがいこうか。これはあの、オリックス時代のイチロー選手が履いていたスパイクでございます。使い込み方が尋常じゃないですか。すげえ。ここへ3円入ってます。入ってますね、こちらに。これはとんでもないものいきなり出ましたね。ギブですね。オリックス時代です。ヤクさん、これ負けてないですから。負けますね。いきなりガチ中のガチじゃないですか、これ。これはあのメジャーリーグ行って履いたスパイクでございます。あ、イチローって入ってますね。入ってます。軽いですねこれ。とこれとこのスパイクと全部 50g ずつ軽くなってるんです、毎年毎年。いや、すげえ。重たいもんな。だからすげえな。こういうどんだけイチローの実写を。イチローが94年に大ブレイクしますよね、はいはい、そのシーズンオフにロングインタビューをさせていただいたことがあって、ええ、その時にでもこっちも精一杯ですよ、いただいてきたのがまずこれはその年ですね、このブルーウェーブの頃、はい、これですよ。これだから。これですよ。ほら。この現物がここにあるぞっていう、この劇的な開口といいますか、ね、こうなってるんですね。これとこれが一緒になったら何百万するんじゃない。これだけで、これだけでもう。うちのイチローは。おお、おシアトルの時だ。これ単に通販で売ってたので、ね、通販で買ったの。通販で買いました。ええー。じゃあっちでこんなもの買ってえっちらおっちら持って帰るわけいかないので。で、はい、こん時のほらこれバッティングローブ。はい。出た。実使用だ。いや使ってありますよ。すごいな。この使用感が本当にリアルですね。ここイチローって書いてある。ガチですねこれね。なんでそんなにイチローさんと僕をどうして懐に飛び込んだんですか。イチローの。あのね。すげえな。
日本で200本安打打った翌年から今楽天の寮長をやっている中村さんという人がいるんですが、この方が元パリーグの審判員だったんです。でその方が名古屋の名電校の先輩だったんです。で野球番組やってたから、それで中村さんが紹介してくれて、で会うようになって、私、愛工大名電のつてなんて、高砂部屋の浅野若しかないですね。しかって言ってます、ね、そこがかろうじて愛工大名電とつながってますけど。で今、相撲の話してたんで、せっかくですから、これ、プレゼントします。あ、いやいや、そんな、いや、これ、昔の相撲の、はいはいはい、面子ですね。はいはい。ごちそうさま、大変な宝を頂戴いたしました。昭和30年代前半の。僕持ってるより、ヤクさんに預けた方が大切にすると思う、はい、ごちそうさまです。清水川の、はい、息子さんが、うん、両国で今お店やってます。この間行ってきました。清水川って綺麗な四股を踏むんですよ。だ息子さんが眉毛の形が同じ、同じこうですね。じゃあこれですね、もう一目で、あ、この方息子さんだなって思いました。北野田だな、またこういい仕切りでございましたね、これ。え、北野田だ。北野田出すつもりなかったんだな。北野田出したって誰も食いつかないじゃないですか。え、俺は食いつくよ。お、なんか聞きました、ね。これは技能賞だな、多分。昭和35年春場所の三賞とは別に、三洋電機が、三洋電機技能賞という、昭和35年春場所。この間お孫さんからいただきました。技能相撲ですから。うわぁ、三洋で、これすごいわ。いわゆる小色味と大体三章かなと、はいはい、やっぱり相撲好きは分かるよ、ね、まさかしこのチャンネルで北の灘を紹介する日が来ると思わない。出したって誰も食いついてくれる。俺だけだね。あら、朝潮いるじゃないですか。朝潮、初代の朝潮ですよ。まさかこのチャンネルで朝潮出すと思わなかったな。これは若秩父。え、ちょっと若秩父、これ朝潮の面積。ちょっと若秩父もちょうだい。あ、これ朝潮太郎。朝潮太郎と若秩父ね、埼玉県秩父出身若秩父。横切ります。100円、人気力士の化粧回し。あらぬ方向に行ってしまいましたね、一郎から。いや、いいもの、本当に。いえいえいえ、でございます。今日はね、ヤクさんが驚くもんって言われたんで。驚くもん。反則だよな、これ。すげえな。いやいや。そして私は一郎で対抗できなくなって、とうとう、北野灘の採用技能賞を持ち出して。米助師匠のオリジナルのグッズをお持ちいただいたということなので、突撃隣の晩御飯。というわけで今後もこのような秘宝を順次紹介してまいりますので、一つまた登録の方よろしくお願いいたします。ヤクでございました。